やらなければいけないんだ。俺が。面を貸せ、稽古をつけてやる。父さんと稽古するのはあの時以来ですね。昔のことなどいちいち覚えていられるか。父さん、俺は忘れていませんよ。精神と時の部屋で父さんと過ごした一年。ファイナルフラッシュ。さあ父さん、遠慮はいりません。スーパーサイヤ人3で来てください。何がおかしいんです？行くぞ。その姿はスーパーサイヤ人ブルー。間違いない。父さんと悟空さんはこの青い木を、人を超えた神の木をまとうことで破壊すると渡り合ってきたんだ。父さんはまだ全力を見せていない。俺との力の差は歴然だ。スーパーサイヤ人ブルーが、父さんと悟空さんがいればブラックは倒せる。俺が強くなる必要なんてなかったんだ。バカ野郎。何を笑っていやがる。ブラックを倒す、それが貴様のゴールなのか。その先を見ろ。まだ見ぬ敵を、宇宙最強を。お前が誇り高きサイヤ人の血を引く者ならば、俺の息子ならば、誰にも負けることは許さん。俺、超えてみせます。ブラックも、父さんも。